どうも、ともハッピーです。ご視聴ありがとうございます。ハレリアチャンネルのトロピー大塚です。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。お願いします。今日やっていくのはこちら、マジックザギャザリングジャンクシールド。やっていきます。ジャンクシールド、こちらに用意しましたのは、買取でギリギリ単品価値つくようなカードを800枚、およそ800枚用意しました。これをね、それぞれの、カードプールに分けて、そこからデッキを組んで戦ってみようじゃないのっていうね、はい、結構即席でデッキをね、作ってみる。そう、やっぱりカードゲームの醍醐味って言ったら、デッキをね、自分で組んで用意してバトルするっていうね、これがやっぱり面白いと思うんだよ。最初から決められた駒で戦うんじゃなくて、自分でね、チームを考えて、これって本当に何でもないランダムな束でやっても結構楽しいんで、皆さんもぜひね、しかも0円でできちゃうんで、持ってるカードで遊ぶんだったらやってみてほしいんですけど、今回やっぱり動画ということで、やっぱり買い取りでね、ギリギリ値段がつくぐらいのカードって、構築戦だったらそんなに見ないやつもたくさんあるんだけど、非常にね、知ってるカードの登場率が高くて面白いんじゃないかなみたいな。で、コモンアンコモンメインで、中にはレアカードもたまに入ってるっていう束になってます。はい、今までスタンドで使われてきたなんか有料アンコモンコモンみたいなのも、もしかしたら入ってるかもみたいな。さっきチラッと見たら、対抗呪文とかさ、おー、いいね、暗黒の儀式とかさそういうのも入ってたからはいはい、はい、意外とヤバいデッキ組めちゃうかもしれないんだけど、どうしようか、何枚でやろうか。カードプール、普通のシールド戦だったらブースター6パック84枚からデッキ組むんだけど、そうだな、100枚だとなんかもうちょっといろいろから選びたいなって感じするから、そうですね、シナジーとかがなくなっちゃうからね。400枚でやってみるか、今日は。じゃあ400枚、はい、はい、了解です。およそ400枚、これをじゃあ半分ずつ2人で分けてデッキを組んで対戦していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあやってみっか。はい、どっちがいい。ダイスで決める。はい、4、はい、2、はい、はい、じゃあ右利きだから右、はい、さあ、じゃあデッキ構築やっていきます。お願いします。お願いします。1枚目やば。え、ホイサイ出た。ホイサイ、え、強すぎる。ちょ、俺はまず全部やっぱ色分けしていくわ。まあ、色分け大事ですね。カードプールを把握したいから。むずいな。やっぱレアは少ないね。ウォーマットのケース4枚セットが入ってる。これやばいでしょ、強すぎるでしょダークリチャーで仕込まれた疫病、構築物、ウォーマットの急死に対する対策がある。氷のワーム、氷のワーム来た。氷のワームをフィニッシャーにしたコントロール区も俺、何をするのが正解なのかな。これ勝つためにやっぱ協力カードを上から入れていくのが、そうではないけど、昇級と減給かける、盛り上げるために出た出たこういうのは結構さ、ぐちゃぐちゃしやすいから、早い単色とか組めたら強いんだよな。もちろんそのスーパーコンボみたいなの組めたらいいんだけど、ちょっと俺逆にスーパーコンボの方組みたいからな。俺赤単でもいいよ、交換するそしてフレームターン株、すごい、ちょっと無理だな。はい、ということでデッキ構築終了。はい、どう。いや、結構ロマンを追い求めたデッキになりました。ロマンを追い求めた俺、勝利追い求めちゃった。あ、やばいかもしれない。隠しながら組んでたしでもさすがに対戦相手のやつ見ない方が面白いじゃないですか。そうどうなんのかなみたいな。いや、何デッキなのかな。いや、おもろデッキです。おもろデッキ、おもろが発揮されるから、発揮されずに負けちゃうかもしれない。俺はもうガチでこの400枚の中で組めるあらゆるものに対応しやすいガチデッキを組んだガチで組んだ。で、ちなみにまあね、サイドボード370枚ぐらいあるんで、はい、じゃあやっていきますか。はい、お願いします。お願いします。じゃあここから7。お、じゃあ先行もらいます。はい、お願いします。お願いします。結構楽しみ。うーん、キープします。キープします。はい、ゲーム開始。はい、ゲーム開始。戦闘の多さ、何これ。これですね、手段にあるときですね、最初のアップキック開始に対戦相手は7枚のカードをデッキから墓地に送ります。墓地に、はい、7枚も7枚削られた。削られました。山札アウトデッキ、お青赤だ。青赤です。しかもなんかすごいな、バレちゃったデッキ。青赤でクロックファンみたいな感じで、なるほど、結構いいカード、めっちゃ応援のいいカードが落ちちゃったよ了解です。はい、早く再利用したいな、嘘まことかはい、じゃあ盛り上げて出したら、はい、はい、盛り上げておしまいです。戻ろう。じゃあ落としてくれてありがとう。え、ギトゥの溶岩走り、1枚以上インスタントが刺され、アルトプライチゼロ速攻アタック2点、やばい、ラッキー終わり。そんなシナジー的な、すごいすごい。じゃあ2マナで、はい、ひよこの大地、やば
土地について、つけるエンチャントで、まあ、追加で1マナ好きな色が出ますよ。オッケー。ちょっとですね、おしまいです。アタックドロー。アタック2点。はい、早い。マジで詳しくだ。熱錬金術師。え、強くないっすか。2マナ03タップするとプレイヤーに1点与えれる防衛付きクリーチャー。了解です。で、インスタントかソーサリー唱えるとアンタップします。はい、終わりです。そう、でも青赤なのに赤赤っていうことは、うん、青マナ出ないんじゃないか、今。でも、4マナで。はい。カエンジの株、4点。熱錬金術師の方かな。強っ。はい。で、おしまいです。俺のフィニッシャーが1マナと相打ちになっちゃうんだよな。めっちゃ強い。いやいや、1対2交換って言うんだぞ。うわぁ、1マナ3点。あ、強い。カードやると焼ける。強い。ダック2点。終わり。普通にマジの稲妻。いや、ただちょっと土地が、すごい土地がなし。そしたら、サティロスの道探し。はい。はい、じゃあ 4枚めくって土地カードって手に加えます。はい、まあまあまあ大差がやべえ。あ、削り切る気してる。はい、大差落ちてしまいました。じゃあエンドです。はい、アンタップ。はい、ドロー。島、おい、アタック。2点。で、マコブロックしちゃおう。ロックます。はい、熱錬金術師。終わり。結構マジのバーンデッキだ。こっち止まったー、きつ。じゃあ2マナで、じゃあ、ひよこの大地。はい、で、5マナ。ええー、押しつぶす触手。何これ、怒涛。タコ、タコ。すべての土地でないパーマネントオーナーの手札に戻します。怒涛。これはですね、怒涛は自分が他の呪文を唱えていたら怒涛コストで払ってもいいって感じ。あ、そういうことね。で、今タコ出すの88。すべての土地でないパーマネントを手札に戻します、うん、はい。で、その後怒涛コストを唱えていたら88のタコトークが出ます。88、やばくね。はい、オッケー。はい、おしまいです。え、ドロー。引かねー。ちくしょう、土地。溶岩走り、はい、溶岩走り、終わり、はい。で、じゃあ、メインに入って、はい、じゃあ、ひよこの大地を置いて。ちくしょう。さらに、ここから緑出して、ひよこの大地を置いて、はい、うん。で、3マナで青を出します。すごい、すごい、すごい、回ってる。で、後期の炎、これ修練といって、マナの色の総数に等しい3点オール全員与えます。はい、3点オールです。2点オールでいいのに。オーバーキルやん。はい、じゃあ、アタックで8点。きつー、12。はい、おしまいです。アンタップドロー。島、未だに引かない。島っていうか、土地の3枚目もない。終わり。お、熱錬金よし、OK です。じゃあ、ドローします。では、8点。はい、4。はい、そして7マナあります。メイン2。はい、7マナで戦闘の多さ。はい、出た時に対戦相手の墓地のインスタントか総裁がタダで唱えられます。飛行もついてんのに。飛行もついてる。めっちゃ強くない。めちゃくちゃ強いです。嘘かまことか。じゃあ、嘘かまことかいきます。嘘まこ使います。いいよ、デッキの情報見せてくれよ。ででん。はい、単価ブート土地、はい、じゃあ単価をもらいます。はい、追放これないってもいいだから、たくそのまま墓地です。はい、おしまいです。アンタップドロー。負けました。ありがとうございます。そっちがね。あー、負けると思わなかった。一本も負けずに倒す気ままだったのに。こっちも悔しい。はい、おもろ、結構いい感じか。入れるか、サイドボード。絶対的有効牌。はい、先行お願いします。はい、お願いします。これ割りガンだわ、これ割りガン。キープ、1枚下。じゃあ、お願いします。お願いします。はい、1段目は、お、速攻やろう、1点。あ、強、そいつ強い、やばい。タップいけんやで1点飛ばせる。1、はい、速攻、終わり。強いんだけど。出すか。ピンドホンエルフ、マナ加速。焼かれるやつ来ました。うん、まあ、もうやります。はい、いけんやで1点。はい、で、あー、熱錬金術師。熱錬金術師、終わり。出します。今度はシマール。おしまいです。そろ、いかなかった。ギトゥーラママーサ。はい、終わりです。速攻なし。わっ、おっと、雲行き怪しげ。お、うん、おしまいです。1点。はい、18。ドロー。セット、なだれのり。え、強っ。そんなの入ってんの。出た時、土地を壊せる、はい、ヨマナニに速攻、エコー付き、はい、で、どれしますか。どれにしようかな。記憶の大地つけたやつを終わりたかったんやね。残念ながら、そんなカードが。山にしよう、山、はい、盤面対応力が高い。対応で、幽霊のひら揺らめき。何これ。土地かクリーチャー、土地合わせて2つ対象として追放します。うん、で、それらをブリンクする。マジ。はい、どうぞ。はい、というわけで、じゃあ自分のだけ。これ自分だけです。はい、じゃあ、これを対象にして、はい、で、避けた。避けました。オッケー、じゃあ、アタック3点。はい、終わりです。これのために使いたくなかった。そうだね。はい、カエンジタの株を回す気だったのか。そう。ずるいな。
じゃあ4マナで、うん、回数をかけるめっちゃ強い。じゃあ烈焔金術師本体1点、はい、14、めっちゃ強い。アンタップ、エコー、フロー、はい、タックス2点、12、セット終わり。はい、ドローします。今日があと1枚、うん、マリガンしてるからね、頑張ってアタック。はい、16、1枚、アンタップ、フロー、タック、はい、3点、3点、9、ヒトゥーの溶岩橋、はい、終わり。走らない、走らない、走らないけど、はい、そういうカード名なんです。こっちめっちゃいてる、こちらも、うん、なんだ、もういいか、おしまいっすね。うん、ダップロ、なんか、ま、うん、これさ、1枚見たらさもうちょっとあるかもって思っちゃうね。どうしようかな、もう1枚あったら目も当てらんね。タック、うん、まあ、じゃあ失礼します。はい、7、2点、終わり。アタックスがアタックします。はい、4点、12、全部出さない、押しつぶす、直す、え、普通に戻す、普通に戻す、なだれ乗りで山割ったら返したら出さないの。そうですね、持ってるもう山、手札何枚、手札4です。返したカブーン除去、あー、そっちか、それは、いや迷う、本体打つか。はい、じゃあ戻りました。結構でもあんまり、はい、あんまり良くないやつ。はい、どうぞ。アンタップ、ドロー、戻したかった、カブー。なだれ乗りで山、はい、アタック2点、5、ヒトゥーの溶岩走り、ヒトゥーの溶岩走り、終わり。なるほど、おしまいです。はい、エコー、ドロー、アタック1 セット島、はい、終わりです。はい、ドロー、これは足りないよ、OK。 おー、勝ったちょ、何もなさすぎて手札に土地しかなかった。危ない。カヤンチタの株は本当に歴史的に見ても強いな。今でも全然、うん、お願いします。はい、3本目、11、トロピのデッキはあれかな、後手向きかな、見た感じかもしれないですね。どっちがいい、先手、いや、先手です。はい、まあ、さすがに。さあ、マリガンキープ、はい、はい、じゃあ、あんまりです、はい、よいしょ、やりましょう。1枚戻します。お願いします。はい、お願いします。ではまずは赤身とカップインランド、はい、1枚です。ドロー、強心的戦闘者、あー、また出てきた、1点、そいつやなんだよな。地味にタフ位置が多い、こっち。あ、ほんと。フィンドホワイルしか見たい。いるっていうね。いた。ただ一応出した。はい、どうぞ。アンタップ、ドロー、さすがに焼きます。石の雨と同じだもんね、ただで打てる、うん、場に出ちゃった。熱錬金術師、はい、終わり。いや、そいつ嫌なんだよな。生きてたらね、勝てるんだけど、カヤンチタの株のマットなんだよね。全てのクリーチャーが言えるんだけど、そういう風に。はい、おしまいです。こっち長引けば勝つから、タップ取ろう。その前に長引かせてくれないやつは良くない。セット、終わり。どうします。そう、長引くと不利だよ、これ。じゃあ4マナ、はい、カヤンチタの株、ちょっと失礼するよ、大塚くん。あー、なるほど、場に出た時に対象のクリーチャー1体に4点のダメージを与えると、はい、じゃあこれが出る前に本体1点、はい、18、リパルスをこいつにで、アンタップ1点、で戻してワンドローします、はい、で、その後カヤンチタの株に着地します。やられた、こいつしか対象がいないから、はい、着地した時に自爆デメリットが出た。ええアンタップ、テクイコされた。ドロー、はい、リパルスなんてちょっと忘れてたでしょ、バウンスなんて入ってなそうだったでしょ。ワンドローついてくんの偉すぎるな。そして、はい、なだれ乗り、あー、めんどくさい、破壊、アタック2点、これは終わり、きつい、これはいけそう、私これ、じゃあボーラス乗らないし、おお、はい、3枚見てインスタント仮想される手札に加えます。押しつぶす、触手で、おしまいです。アップキープ、まあ払うな、エコー、ロー、セットしてギトゥーの溶岩走り、はい、終わり。これ一三偉い、偉い、アドバンテージ、よし、ごまな、ササイキモリの精霊、え、こいつはマジ、はい、これやばいやつじゃなかった、結構結構強い、結構かなり強い。終了ステップの開始に予示するって書いてあるよ。予示します。山札の上から裏向きで2クリーチャー出せる、はい、生贄を下げると表向きの特にないクリーチャーを死亡した時一番上のクリーチャーを予示する、全体除去にも耐性がありますよ。え、強すぎない？しびれるんだけど。じゃあ、エンド。強すぎるよ。
アリエンタ、はい、アリエンティ、ドロー、なんでそんなやつが乱列してんのに出るんだよ、ストレートで熱錬金術師、はい、キトゥ、あ、これ、錬金術師、はい、こう、もうダメだ、そいつ精霊やばすぎるなんでそんな箱に入ってんの神話レア、あ、残念ながら、ちょっとね、手段がつくぐらいでしたね。キトゥの溶岩走り、はい、終わりです、はい、どうします、強すぎる強すぎでは、まあ、殴らずってか、まあこいつ殴ろう、殴らない、絶対殴らない、分かってくる、はい、はい、じゃあエンドです、エンド、はい、エンドして、じゃあ用意します、はい、分かりました、どうぞ、はい、クリーチャーだった、いや、どうでしょう、ドロー、終わりです、はい、じゃあドローします、殴れね、ドランして、じゃあ、おしまい、プレイヤー14、プレイヤー3点お、はい、アンタップ11で、プレイヤー10、はい、よし、どうぞ、はい、しました、はい、おしまいです、アンタップ、ドロー、はい、プレイヤー、はい、9、宝船の巡航、え、強っマジか、3枚追放して、はい、OK です、禁止カード、まあでもで、アンタップ、スリードロー、まあ5マナだからね、入ってる、普通だよね、まあ入ってそうだなって、うん、いかにも入ってそうこれあれだなあれ大外コンボしたら1ターン目から3ドローできたかもしれないそうだね、セットしま、はい、終わり、ただこうずっと、はい、じゃあエンドまでいきます、プレイヤー、はい、チャレンジしました、はい、はい、どうぞ、アンタップ、ドロー、終わりです、エンドに、幽体の幽霊のやばき、この2体対象取ります、え、4時表返ってくる、もしかして、まあ、表返って持ってきますね、1点、はい、7、サイドインした、お、島を1枚増やしてサイドインした、対抗呪文、これ対抗呪文、アンタップ、了解です、はい、打ち消し、どうぞ、あと7ね、意外と7はな、厳しそう、どうします、ふん、じゃあ緑を使って、さて、よその道すばし、はい、で、4枚見て、その中と近寄ります、あー、後期の炎落ちた、よし6層の炎落ちた、なんで6層の、ちびっこにつけようと思ったの、あ、そうで、と近寄りました、はい、あれパワー2になった、こっち2枚、この4体アタックします、じゃあ、はい、このなんかさっきブリンクしようとしたやつを、うん、はい、なだれのりでブロック、はい、あと通し、じゃあ6点です、はい、私にマシマでした、おしまいです、プレイヤー1点、はい、稲妻の一撃、うわー、アンタップ3点、1点、2、はい、じゃあ、よし、はい、でもこれ、あれか、裏表向きの誘発がないと意味ないから、はいはい、出ただけ能力誘発しないから、おしまい、単価ブーは誘発しない、はい、アンタップします、ドロー、はい、いや、2は、お、盤石対抗呪文引きました、本体1点、1、稲妻の一撃、うわー、アンタップじゃあ、表向きします、はい、じゃあ、対応で、ファイヤーこれ強元向きしか意味ないけどああ、削り切られた、こいつだけで、いやさ、3ドローで、3ドローで行かれたな、うー、危ない、強、精錬強もうちょっとリスクを犯して殴られてたら危なかった、はい、ということで結果はトモハッピーの勝利、いや、そっちすげえいっぱいスケリ引かれて、いや、単価分を避けられたとき、うわっていう、めっちゃやられた、危ねー、そうそうそう、リパルス1枚だけ入ってたんだ、バランス、略取ったー、で、ちょっと抜きましたあ、王さんをね、そう、あの、ギトゥランナー4枚入ってたからえ、だからこれ、なんか4枚見て、え、これもしかして4枚来たらすげえ面白いんじゃないかなと思ってやばい、いきなり28枚削りはやばいね、終わるけど、その後耐えれんの、そいつ手札4枚持っててわからん、楽しい楽しい、いや、なんかそういうカードもあるんだみたいな感じでね、うん、いや、結構面白いね、これなんか毎回やるたびにデッキ内容変わりそうでさ、しかも往年の有名カードとかも使えるし、うん、ちょっと忘れてたカードとかも使えるし、めっちゃそうですね、いいかも、結構お気に入りの遊び方なんで、またやるかもですはい、はい、皆さんもよかったらね、あの、好きなマジックのカード束でシールド戦して遊んでみてください、はいはい、よかったらチャンネル登録と動画の評価お願いします、はい、そしてですね、僕が出演しているハリレアチャンネルの方もぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、ご視聴ありがとうございました、また明日。